写真拡大。阪神岩崎勝投手28が15日の巨人戦東京ドームの6回から登板し、7回1失で代打石川に左翼席へ特大ソロを浴びて4-5とされた。岩崎は6回から4番手で登板。6回は3四球を出しながらも無失点で切り抜けたが、7回に伏兵にやられた。フルカウントからの6球目、内角142キロ直球をガツン。左翼の情報、日本製粉の広告に直撃する特大ソロを被弾し、1点を失った。